なたはさっきの。あなたはなぜ文武病に。私には一つの願いがある。そのためにずっとお参りを続けているの。あなたにもあるようね。あの、聞きたいことがあるんです。何かしら。武徳をご存知ですか。武徳は自分で学び取るもの。でも一体どうすれば。徳のある武術家ならば誰でも心得ているわ。武術家。訪ねてみることね。武術家か。ケンミンさん。なんじゃ。聞きたいことが。話は後じゃ。まずは手合わせと行こうかの。どれだけクンフーを積んだかわしが見てやるぞ。その技は巴投げという技です。相手の勢いに合わせ
自分も倒れつつ巻き込んで投げます。相手の勢いと巻き込む時の回転力を利用するというわけか。これはどうじゃ。今の技は太極拳の賞金だという技じゃ。ところでわしに聞きたいこととは。武徳を知りたいんです。おお、武徳をの。なぜじゃ。当李翔という人に会うためです。ついてまいれ。太極拳が豪に至るところを見たいか。ぜひ。よく見ておれ。賞金打は全身の力を使って繰り出す技じゃ。腕と足に同時に力を込めて打ち出す。さ、この賞金打を火炎樹に打ち込むんじゃ。この場で撃つんじゃ。地面を覆うくらい葉を落とせるようになったら武徳を教えようかの。地面を覆うくらい。よいか、武徳に至るには一に空腹、二に空腹、三死がなくて五に。わかりました。そっか。筋がいいの。わしの目に狂いはない。約束です。武徳を常に怠ることなく日々修練を積み重ねていく。それが武徳の一つ、こうじゃ。武徳の一つ、こう。
すいません。え？武術家に心当たりは？最賃街に工部館って道場がある。そこの源修禅って先生はかなりの腕前だ。最賃街の工部館ですね。ありがとうございます。